皆さん、こんにちは。今回は大阪駅北側再開発、梅北幹工事の様子を報告したいと思います。よろしくお願いいたします。ネクストイノベーションミュージアムの様子です。正式名称は VS です。正面の出窓のあるコンクリートの建物は、畑系の緑に覆われる予定です。歩道上に資材等が置かれていますね。ノースタワーの上層階にキャノピーの文字が入りましたね。梅北の森のあたりに来ました。コンクリートで段が作られています。南街区の様子を見ています。資材などが置かれていますね。歩道の工事もかなり進んでいますね。きらめきの道を見ています。南街区のひらめきの道はかなり出来上がっていますね。中央のステッププラザを横切る部分も他の部分と同じような木の柵ができています。梅北の森の滝部分を見ています。完成予想図では滝の裏側を人が歩いている様子が書かれていました。滝の裏側の部分は完成しているようですね。きらめきの道につながっている建物はみんなのキューブというマルチスペースになります。手前に階段が整備されています。閉鎖された地下通路の解体工事が進んでいます。コンクリートのスロープなどはほとんど撤去されたようです。新梅田シティ側から地下通路の解体の様子を見ています。5度目の鉄板が見えています。北街区の低層の施設の様子です。パーティーレストランなどの施設のあたりの工事が進んでいます。パークタワーを見ています。ほとんど外観は完成していますね。福島方面に伸びる道の整備も進んでいます。歩道部分の工事を進めているのでしょうか。左がパークタワー、右がサウスタワーです。パークタワーの外観は完成しています。途中から外観が変わっているところから上が、ヒルトンの最上級ラグジュアリーホテルの位置づけのホテル、ウォルドーフ・アストリア大阪が入ります。客室は28階から38階の全252室となります。サウスタワーも外観は上層階を残すのみですね。このサウスタワーの5階から28階にはホテル阪急グランデスパイア大阪が入ります。イノゲート大阪を見ています。ほとんど外観は完成していますね。内装工事を進めています。サウスタワーとゲートタワーを見ています。低層階は防音シートに覆われています。
なり上の方まで外観は完成しています。西側から地下ホーム上の商業施設を見ています。まだまだ外壁などはできていませんが、建物の規模はわかりますね。南街区の南側の歩道が整備されて雰囲気がわかるようになりました。ゲートタワーの低層階はスパなどの商業施設が入るので工事に時間がかかりそうです。商業施設への階段を見ています。ゲートタワーなど南街区のビル群です。東側から商業施設を見ています。骨組みの工事が終わった感じでしょうか。これから外壁の工事が始まります。あの掘り返していた部分も建物になるのでしょうか。ルクアと商業施設を結ぶ通路の基礎工事の様子です。高架の一部が置いてあります。上から見るとこんな形です。イノゲート大阪を見ています。グランフロント大阪南館から南街区を見ています。イベントホールの様子です。外観の工事は終わった感じですね。手前の掘り返していた部分は前回はブルーシートでしたがもう塞がれていますね。クレーンなどが上に乗っています。北街区の様子を見ています。東側の歩道部分の工事も進んできましたね。ひらめきの道もあと少しで北街区につながりますね。梅北の森に植樹されるのはいつ頃でしょうか。先ほど見ていた地下通路部分は通路の筐体はなくなっているようです。かなりの瓦礫が積み上がっています。VS のガラス張りの建物の2階の内装がかなり整っていますね。北街区の様子を見ています。グランフロント大阪北館から北街区を見ています。歩道の広さが目立ちますね。梅北の森とどのように調和するのか楽しみです。南街区の歩道の工事も進んでいますね。北街区よりも緑地部分の工事は進んでいる感じがします。中央のステッププラザも形が見えてきましたね。思ったよりも歩道が広いです。阪急京都線を走行中の車内から旧貨物線の工事の様子を見ながら、これで報告を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。